改めまして、リバーホールディングスの松岡でございます。よろしくお願いいたします。えー、本日お忙しい中、当社の決算説明会にお越しいただきまして、誠にありがとうございます。えー、新型コロナウイルス感染症の収束が見えない中でございますが、本日も。 感染防止策を十分に講じながら進めさせていただきたいと思います私の方もこういったアクリル板を介して皆様にご説明させていただきますのでマスクを取って説明させていただきたいと思いますのでよろしくお願いいたしますそれでは本日はお手元の決算説明資料に基づきまして、えー、順次ご説明させていただきたいと思いますそれではまず最初のページでございますが目次でございますが 目次が、えー、この順番で、まず最初にです、ね、先般発表しております株式会社、タケエとの共同持ち株会社の設立につきまして説明をし、その後ですね前期、2021年6月期、それから2022年3月期、 それから配当、株主還元、そして今後の事業展開、こういった順序で私の方から説明させていただきたいと思います。それでは最初に、武井との共同持ち株会社設立についてということでございます。はいえー、こちらがですね、えー、もうすでに皆さんご存じだと思いますが、当社と武井の会社概要でございます。武井というのはですね、えー、ご存じだと思いますが、まあ、関東では最大手の、まあ 産業廃棄物処理事業者ということで、特に建設廃棄物ですね、こちらを、まあ、得意とされている会社でございまして、えーまあ、ちょうど私どもの、まああのー、規模から言いますと人名で、人員で行き、ま、従業員で言いますと、ちょうどまあ倍ぐらい、連結ベース1300名でございますから、ちょうど私どもの、まあえー、2倍ぐらいの人員がいらっしゃる会社でございます。概要については記載のとおりでございます。はい。 それで、統合会社の社名でございますが、先般も既にこれも開示させていただいてますが、10月1日にですね、TRE ホールディングス株式会社ということでございます。この社名につきましてはですね、両社の従業員、社員によって、社員の公募によって決めさせていただいております。言、え、わ、ー、れとしましてはですね、この TR の T につきましてはですね、まあ何事にも挑戦していこうじゃないかということのトライの T ということで考えておりまして、 R につきましてはですね、まあ、特に武井さんが得意とされている、いわゆる再生可能エネルギー、リニューアブル、まあ、エナジーの、まあ、R とやったるとか、あるいはリサイクルの R だとか、こういった R を取ってきております。それから E はですね、まあ、我々の地球環境のアースであったり、あるいはエコロジー、この E を取っております。こういった、まあ、頭文字を取りまして、TRE ホールディングスと、こういう形で社名を決定させていただいております。会社概要につきましてはですね、 設立月日が10月の1日ということで、役員の概要についてはそちらに記載のとおりでございます。資本金は100億円で、決算日は3月末と、こういう形にしております。はいえっと、それでですね、シナジーでございますが、統合のシナジーをどういうことを考えているかということでございますが、3点挙げておりまして、まず1点目はこのリサイクル事業の進化。 というこ,とでございますこれはどういうことかといいますと右側に書いてますように統合によりまして処理実績両者の処理実績がですね年間200万トンに上るということ圧倒的なまあ処理量ということそれから首都圏を中心としてですね 60箇所のまあそういったことでですね、えー、リサイクル事業のさらなる進化を両者統合によって進めていこうじゃないかとこういうまあシナジーが一番目でございますそれから2点目はですねエネルギー業の推進ということになっておりますがこれはどちらかといいますと現状武井さんがですね主に森林の干ばつ材を燃料とするバイオマス発電を東北地方で行われております。それから関東ではです、ね 廃棄物を中心とする原料とする、まあ、RPF なんかを燃料とするとですね廃棄物発電を2箇所で行われておりますこういったものの材料をですね廃棄物の方から両、まあ、者の廃棄物の方から燃料化していくとこういうエネルギー用の推進とこういうことに力を入れていこうとしております。 それから3点目は新たな技術の開発ということでございますがこれはどういうことかといいますと、まあ、両者のそういった選別技術の相互活用ですねそういったことをある,あるいはその技術開発を相互でやっていこうということで、まあ、そういうところにシナジーを求めていこうということでございます。 この、まあ、主としてリサイクル事業の進化、エネルギー事業の推進、そして新たな技術の開発、こういったことを通じて、ですね、両者のシナジーを高めていこうということが、今回の統合会社の目的でございます。で以上がですね、非常に簡単でございますが、竹江さんとの10月1日の経営統合に向けてのですね、概要ということでございます。 それじゃあ、本日の本題でございます、当社の前期ですね、2021年6月の業績についてご説明させていただきたいと思います。7ページをご覧ください。まず、最初はですね、前期、2021年6月期のトピックスといいますか、事業環境はどうだったかということでございます。 まず1点目はですね新型コロナウイルス感染症による仕入れ受け入れ数量への影響とこれをどう見たかということでございます左側にあります使用済み自動車それから建設解体く工場発生くあるいは廃家電この辺りが私どもの主要な受け入れ品目でございますしたがいましてこの3品目についてですね 前期はどののよううなコロナの影響をを受けたかということいこます <laughs> まず使用済み自動車でございますがその一番右側に書いてますように新車登録台数のですね落ち込みに連動しまして上期におきましてはですね減少していましたが、まあ、下期においてはですね例年の雨に回復してきたということで下期は 前年同期比、や上期は前年同期比減少しましたが、下期におきましてはですね、前年同期比とほぼ同じレベルに回復してきたということでございます。それから2点目の建設解体くず、あるいは工場発生くずはどうかというと、これにつきましてもですね、経済活動の低下によりましてですね、上期におきましては、発生量の回復が遅れていましたが、下期になりまして、経,経済活動の回復に伴いましてですね、 例年並みに回復してきてきいいるととうことでございますそれから3点目の廃家電ですねこれはどちらかといいますとご存知のように、まあ、コロナ禍におきまして巣ごもり需要ということで非常に家電の売れ行きが好調であるということは皆さんご存知のとおりでございますそういった中でですね私どもの方へのまあ廃家電の受け入れ数量もですねこれはもう上期もそうですけど下期も数年、えー、年間を通してですね非常にまあ好調なまああの 排出量があったとこういういい、えー、状況でございます次に2点目でございますのトピックスでございますがこのテスクスクラップの価格の推移ということでございますこのグラフにご存知のように私ども7月にですね、えー、新年度が昨年スタートしたわけですけどここは2万4千0トンあたり2万4千円でスタートしましたそれでずーっとなだらかに上昇して、まあ、11月には2万9千円にいったんですけど 12月にですね、ここに、まあ、右側に書いてますように、12月ですね、ここにコメント書いてますように、コロナ禍によってですね、スクラップ発生減とですね、旺盛な海外需要によって、時給ギャップによって相場が急上昇ということでございます。11月の2万9000円から1か月で12月4万3000円ということで。 1> 約1万4000円が急激に上がったということですね、それからですねこの1月に向けて、ですねこれもこっちから右側に書いてますけど、海外相場の反落や、ですねいわゆるその現冬が、こ今年の冬は相当寒かったものですから、こういったまあ節電要請ですね、電力会社からの、こういったことによって、ですね電路メーカーさんが生産調整がされたということもこれございまして、一転してですね、 調整に入ったということで、この4万3千円から2万9千円ということで、またちょうど1万4千円急落したというのが1月の状況でございます。そしてそこそこにです、ね、次は2月でございますが、これをまた4万1千円まで急上昇しているということで、この要因は、そこにも書いてますように、中国を中心とした世界的な需要増を背景に、 安定してきたということでございます。それで、その二月以降はですね。六月末決算末の六月末に向けてですね。なだらかに上昇して。 4万9000円という非常に高いレベルをまあ維持して、決算が私のもの決算で言うと終わったということでございます。この市、え、況、ー、の波がですね、ここに書いてますように、12月の急騰後ですね、1月に急、急、急、急反落したものの再び2月に急騰しまして、そのものを高値県の推移でですね、緩やかな上昇相場によってですね、増収増益というものに私のものを業績に寄与したと、こういう状況でございます。はい。それでは、 次の,この相場の影響がどう我々の業績に影響を与えたかという絵でございますがこちら側はです、ね、私の,の取引の形態で一般売上と処理売上があるということは毎回お話ししていますがこれ一般売上というのは簡単に言いますと 有価で仕入れて有価でま売却していくということでございまして処理売上というのは産業廃棄物になり家電がそうですけど処理量をお客様からいただいて処理をしていくということでその処理過程で発生した金属類については一般売上と同様電路メーカーさん等に販売していくとこういう売上形態が2つあるということでございますで通常時であればですね、スプレッド事業あるいは非スプレッド事業と表現していますが仕入れ代金は相場によって上がったり下がったりします 売り上げも上がったり下がったりしますがさほどこの粗利というのは変動しないわけですね一定の、えー、いわゆるスプレッドで、えー、確保できていると。それから非スプレッドにつきましてはですね ダスト処理費に連動して処理費というのは決まりますから、まあ、ほぼダスト処理費が一定であれば処理費も一定であるただここから派生する先ほど言いました金属類につきましてはその時々の市張で上がったり下がったりするとこういう仕組みで一般的にはなっておるわけです。それで昨年のですね急騰急落場面ではどういうことが起こったかと言いますとスプレッド事業につきましてもここに書いてますようにですね、えー、急激な相場の上昇。 あるいはその先行の公共感先行きの高強化等によってですねあらりが大幅に増大したということでございますそれから非スプレッド事業につきましても当然ですね、えー、受取収入はさほど大きく上がらなかったわけですそこから派生する金属類については先ほど言いましたように当然のことなら市況の影響を大きく受けますのでこのスプレッド事業一般売上と同様非常に大きな 収益源になったとこういう現象がこの特に12月1月の急騰場面で見られたということでございますそれじゃあこの急落場面ではそういうマイナスの影響があったんじゃないかというご質問よく出るんですけど私どもは通常在庫のまあ規模というのがせいぜい3、4日しか保有しておりませんので いわゆる相場が急落しそうな場合は、すね、我々の,その在庫、いわゆる市況に打たれるということはほとんどないわけですよね。ですから、この急落場面での影響はほとんどなかったということで、非常にこの急,急上昇の場面だけのプラス効果がここで残ったというのが、昨年の現象だったということでございます結果ですね、はい、昨年度の業績は、す、ま、で、あ、に先週開示させていただきますが、売上高については362億円。 それから、まあ、利益面ではあられが169億、あるいは経常利益が41億円ということでございますで。こちらはですね、ここにちょっと下の方に書いてますけど、コロナ禍においてですね、スクラップ発生量の回復が遅れていましたが、まあ、下期においてはですね、前年同期並みに数量の回復がありました。また資源相場におきましてもですね、先ほど来説明してますように、12月の急騰、2月の再急騰。 こういったことによってその後も4万円台の高値が維持されたということでですね廃棄物からあるいは加工選別される金属類の売却益が増えてですねあらりは大きく増加したとまたその私どもの経営課題にしてますこの加工選別ですね ここを徹底することで、有価物の回収量を増やしまして、合わせていわゆる加工から出るダストですね、これがまあ私どもコストで非常に大きいわけですけど、ダストの原因をいわゆる数量を減らしたということですね、してですね、約3億円強、コスト削減につなげていった、こういうことをまあ私どもとしてですね、最終的にはこういう決算になったということですね、ここに書いてますように、徹底した再資源化とですね、扱い数量の回復によって、ですね、大きく 収益が改善して、まあ、結果的には過去最高益を達成できたということでございます、はい、でこちらはです、ね、4か年のいわゆる売上高、経常利益、EBITDA の推移を示しておりまして、まあ、この折れ線グラフは、東京製鉄の宇都宮の市場のスクラップの価格でございます。売上をご覧になっていただくと分かりますように、このちょうど当鉄の価格とほぼ、まあ、類似しているといいますか。 ここれととと同じよううな形でで、推移しているといるやはり売上はスクラップの価格に大きく影響を受けると単価に影響を受けるということを示しているかと思います。それでこの色値を変えているのはですね、下の方の濃い緑が上期それから上が下期でございますが今期は前期は特にですね、上期よりも下期で大きく売上がが伸びたとこれはまあ単価が大きく上がってますから当然のことです。で同じようにですね、形状利益を見ましても、 前期はです、ね、上期に比べますと下期で大きく利益がまあ伸びたという形になっています。これはまあ2月の急騰もありますがそれ以降の6月までの高値圏の推移という反映しているということでございます。 それからこちらは経常利益がそれじゃあどういう形で要因で増減したか、増えたかということでございます。28億5000万経常利益が前期に比べますと前期は28億ぐらい増えてるわけです。圧倒的に多いのはやはりこのあらりですね。あらりが27億3000万。 ただこの中身がですね先ほどまで申し上げてますようにいわゆるその急騰がござい相場の急騰という局面もありますのでここに書いてますように資源相場の急騰局面による一時的な増益というふうに私どもは捉えてましてこれは約5億円ぐらいあらりの27億増えた中の5億円ぐらいは ここののの12月と2月月ととと急場面の影響いいうことでございます。それからこの資源相場の高位安定および再資源化による増益というものは、その残りの27億円ということでどちらかというとこちらの方が実力に近いということでこれはフロックに近いというふうに私どもは捉えていますそれからその事情努力の部分では先ほど来お話し,していますダストの減容ですねこちらによって3億強のコストダウンができたということでございます。 であとはその、まあ、人件費関係ですけど、まあ、待遇改善あるいは人材の確保ということで、まあ、2億強コストが増えたと結果的にですね、前々期にありますと前期は28億5億五千万ぐらいの経常利益が増えたということでございます。はい こちらはあのよく毎回ご説明してます先ほど言いましたように売上げの形態別ですね一般売上げと処理売上げ、まあ、一般売上げと処理売上げの比率は、まあ、こんな感じで、えーまあ、ほとんどこれ処理売上げの処理量だけですから12%ぐらいの構成になってますでこちらあらゆるを見ますと処理売上げが 28%3 28割近くがやはり処理売上げから上がっているということでございます。で売上の方はですね ここに書いてますように、ほとんど処理売上というのは前期と比べても増えてません。ただし、売上から派生,さ派生するその金属類はこちらで計上されますので、一般売上の方で、こちらに収益が上がってくると、こういう,う,いう構造になっております。はい、い続きましては、それぞれの一般売上と処理売り上げの、まあ、4か例の推移でございますが、こちら、まず一般売上の推移でございます。これはです、ねまあ、先ほほどのまあ売上にに説明しましまたようにほぼ 市況と同じような推移をしてまして前期につきましても売上高についてはコロナにおきましてです、ね、使用済み自動車など鉄スクラップ発生量の回復が遅れてましたが下期におきまして例年並みに回復しましたまた資源相場上昇によってですね売上単価一般売上が上昇して前期から約3割の増加したということでございます。 他粗利の,の方でございますが資源相場が上昇してですねおよび廃棄物からまあ派生した有価物の回収を徹底したことによってですね、前期に比べてえー25%ぐらい増えているとこういうまあ絵を示しているわけでございます。はい、それから次はですね、処理売り上げの方でございますがこれはまあ先ほどうご説明すでにしていますがまあいわゆるその順調に伸びてきているということで特にこの、えー 処理売上げの中でも一般廃棄物というより産業廃棄物というよりもです、ね家,電ですね、家電のまあ影響が非常に大きく伸びてきているということです。 売り上の方は売上高イコールあらりでございますので当然同じようなグラ同じグラフになるということでございますでここに書いてますようにコロナ禍によってです、ね、巣ごもり需要などによって共闘して廃家電の受け入れ台数が増加したということですまた廃棄物におきましてはです、ね、やはり経済活動のコロナによる低下ということもありまして下級においてです、ね、若干数量が低迷したということでただ全体として伸びたのはこの家電の影響ということでございます はい、えーっと、これはバランスシートでございますが、まあ、特徴的なのは業績がまあ良かったということで、えー、まあ特に流動資産、ですね、現金の預金、この20億、まあ、ここのまあいわゆる増えた23億ですかこの23億がまあちょうどこの純資産のまあ増えた25億に対応してきているとこういうまあバランスになっているということでございます。はい。 それからキャッシュフローもと同様でございまして、この営業キャッシュフローですね、ここの52億というプラスの部分がですね、それとここの財務活動のキャッシュフロー、これ短期借入れ金を返済したということで、都市活動の部分ですね、あ財務活動の部分ですね、ここで短期,短期の23億を返却しているということで、これとこれのバランスが、まあ、ここの現金の20億に増えていると、こういうキャッシュフローになっております。 えっと、以上がです、ねえー、前期の、まあ、業績結果となりますが、まあ、あの繰り返しですが、まあ、12月、2月の市況の急騰によりまして大きく、まあ、収益が拡大したということはありますが、まあ、1年を通じましてです、ねまあ、数量が特に種目において回復基調であったということが1つ大きな要因であると同時にです、ね、いわゆる市況が 通期、一、えー、年を通じて、まあ、突発的な12月、2月というのがありましたけど、その通期を通じて、非常に高意安定で市況が推移したということが、まあ、大きな収益改善につながったものだというふうに理解しております。それでは続きまして、今期につきまして、ご説明したいと思います。今期、こちらに22年の3月期となっていますが、これはどういうことかという言いますと、 先ほどねお話ししました竹井さんとの統合会社 TRE という会社でございますがこちらの決算が3月期でございますのでそちらに合わすという意味で私どもは今回決算期を6月から3月に変更する予定をしておりますそういう意味では9ヶ月の今期につきましてはです、ね、9ヶ月の変則決算という形になる予定にしております それで今期をどう見ているかということで22年3月期の業績見通しの中の事業環境マクロ環境をどう見ているかということでございますまず1点目はですね、まあ、日本政府によるう2050年の例のカーボンニュートラルのて、えーまあ、宣言ですねこういったものの影響がどう出るかということですそれから2点目はですね中国による鉄スクラップの購入再開これはどういうことかというと 従来中国からは鉄スクラップの輸入がしばらく禁止されていましたが今年の2月以降ですねいわゆる上級クズに限ってですね 輸入が再開されてきているという動きがございます。これは後ほどまた出ますけど、ちょうど今日の日経新聞に出てましたように、スクラップのエッジ数といわれる指標とですね、こういった上級靴の差がですね、従来は2 3千円の差しかなかったのがもう1万円強ついているということは、一つの要因はこの中国が上級靴を買い始めたということでございます。あとはやはりコロナメーカーが後ほど説明しますけど、上級靴を買い始めたということでございます。それから三点目はです、ね。 新型コロナウイルス感染症による影響がどうなっていくかと先ほど冒頭申し上げましたようにまだまだ収束の目処が立たないという中で経済活動がどうなるかというのもこれはやはり大きくマクロ経済には影響を与えるだろうと見ております。それから半導体不足による自動車生産の減少これは何かといいますと私ども自動車の先ほど冒頭申し上げましたように 廃自動車使用済み自動車の入庫というのは非常に大きな影響を受けますのでここもしっかり見ておく必要があるということですそれから気候変動による自然災害の増加、まあ、昨今大雨が降ってますけどこういったものがどうなってくるかということもよく見てくるこういった事業環境マクロの事業環境に対して当社への影響という意味で並べてみたんですけどまず1点目は CO2 削減によってですねここに書いてますように海外および国内航路メーカーによる鉄スクラップのですね 需要増によってですね え言うなれば、資源相場が高位今、もうすでになってますけど、資源相場が高位安定していくだろうと、今年は、そういうふうに見ております。それからカーボンニュートラルに向けた同情脈連携の要請ということで、これはまあ後ほどちょっと言いますが、先般私ども開示させていただきましたが、すでに化学メーカーである住友化学さんからです、ね、その特にハイプラですね、こういったものに対するものを一緒に研究しないかということで、まあ、提案を受けているということでございます。そそれれかからコロナの影響によってです、ね、排物がどううなるとということそれから それから先ほどもちょっと申し上げました自動車の関連で,です、ね、使用済み自動車の発生が減るんではないかということですね。それからこの自然災害の多発による 廃棄物処理の要請が来るでではないいかととうことですね。それから、まあ、これもいつも出ますけど最終処分場というものは相当逼迫してきておりますので引き続き我々は経過としてこのダストの減用化ということをしっかりやっていく必要があるだろうとこういったマクロ環境とですね当社への影響を加味してですね今回策定しました9ヶ月予算についての前提条件としてはまず1点目はですね資源相場におきましてはですね、えー、昨年度21年 6月期のようなですね、えぇ、給当局面というものは、12月とか2月みたいな給騰局面は、まあ想定はしないということですが、足元の、まあいわゆる相場を維持すると、こういう前提で、え予算は読んでおります。それから2点目はですね、 えっと、中田屋の家族工場となって、これは何かと言いますと、私どもの子会社の中田屋ってあるんですけど、ここの主力工場が家族工場なんですけど、この家族工場におきましてですね、大型シュレッダーのいわゆる大規模修理が今年度は計画をしております。これでやはり1.5か月、まあ、長い日は2か月ぐらいですけど、 まあ、あの止まるということで、ここの収益をまあ若干厳しめに見ているということでございます。それから3点目、家計へとのシナイジー、いわゆる TRE のシナジー効果というものは、今回、私どもの単独予算では見込んでおりません、これはです、ね、10月に TRE が発足しますが、その時にですに、ね、3か年計画ということで、提出する、開示する予定にしておりまして、そこでシナジー効果を織り込んでいく予定でございます。 したがいまして、今回の私どもの9ヶ月決算の方では、シナジー効果は見込んでおりません、そういったことを前提に、ですねご覧になっていただきますように、そこに22年3月期ということで、えー、記載のとおりの予算になっておりまして、売上高は245億、それから経常利益は23億と、こういう計画で出しております。 それでまあ増収要因、一部わずかですから5%弱、これ、右側にですねこの前期との比較のために、12か月分として、一応、12月分として、一応、参考値を上げております、そことの比較で言いますと、売上高についてはですね、4.8%ぐらい増加しているということでございます。また利益面につきましては、経常利益につきましては25、25%ぐらい落ちているということでございます。 この要因につきまして、じゃあ次のページで説明させていただきますと、えー、まず一番大きな要因は先ほど言いましたように、まず主力工場の、えー、2ヶ月の休止、えー、それからですね、えー、いわゆる家電の取り扱いが、いわゆる家電の巣ごもり需要というのが、特需がですね、今期は、今年は落ちると。 このように見ております、まあ、落ちると言いましても正常に戻るという程度でございますが、まあ、大きな仮重がなくなるということですねそれから何と言いましても先ほど言いました前年度のいわゆる市況急上昇のコブですねこの12月と2月の約5億円という割合の見方この5億がまあ今年はないという前提でこの 計画上は見ております。従いまして、合わせて7億6000万の粗利が減るということ、それから、えー、一番左側にございます、えーっと、統合関連費用ですね、これがやはり3億円ぐらい見ているということで、コスト面で増えるということ、こういった要素でですね、収益がまあ落ちるということで、まあ、見ております、はい。こちらはですね、それを反映した、まあ え、売上高、経常利益ビット DA の4年間の推移でございますが、まあ確かに昨年との比較におきましては、まあ、あの、落ちますけど、この濃い青ですね、これがまあ9ヶ月で上に乗っけているのが、まあ、 12か月分としていことで12か月で見る場合はこの全部で見ていただいたらいいと思うんですけどやはりその利益面でですね去年と比べますと落ちますけど、まあ、4年間の推移で見すると着実にまあ利益体質がまあ計上されてきているということで私どもとしたらしっかりこの収益体質を守っていこうとしております。はい これはまあ先ほどの同じで、まあ、投引形態ごとのいわゆる今期の見通しでございます。いわゆるこれは一般、いわゆる売上と処理売上の分解でございます。はい、それからこちらも同じように、一般売上げの、まあ、4カ年の推移でございます、はい。それからこちらは処理売上の推移でございます。まあ、以上がですね まあ簡単ですが、今期の私どもの事業の見方ということで、まあ総括しますとですね、えー、まず統合によって初年度はですね、9ヶ月の、まああの、決算期間になるという、変則な9ヶ月決算になるということでございますね。それから、まあ前年度の、まあ12月、2月の 急上昇の相場の、まあ、ここでいう5億円のあられと言ってますが、これは見込んでないという、なだらかな上昇は見込みますけど、急激な、まあ、前期のような、えー、あの特益みたいな上昇は、特殊要因はまあ除外してますよということでございます。それから、まあ、主力工場ですね。なんと言いましても、主力工場のそういった設備更新に積極的に行うことによって、引き続きですね、 えー、選別確保能力の拡大を行い、まあスクラップの高,高品質化にまあ、えー、対応を高めていくとこういうことでございます。当社市内地につきましては、まあ先ほど例お話し,してますように見込んでおりません、えー。10月になってから新会社として進めてる予定でございます。はい。それから株主さんへの還元ということでございますが、はい。 えっと、今期、前期につきましてはですね、もうすでに開示してますが、35円の配当を考えてまして、まあ今期につきましては、ちょうど第一四半期,四半期のみがリバーホーディングとしてございますので、この7月9月の3ヶ月間の配当としてですね、まあ10円を今のところ予定しております。それで、まあ下期ですね、10月3月 TRE としての配当につきましてはですね、 ここに書いてますように、まあ、竹へ、あるいは我々の従来の配当方針等々を勘案してですね、えー、今のところは未定にしておりますが、まあ、あの、いろんなことを考えながらですね、決めていきたいということで、えー、現時点では未定にしております、はい。最後になりますが、まあ、我々の今後の事業展開ということで、えー、若干説明させていただきますが、えー、まず3点私の成長戦略が出てまして、まず1点目がですね、リサイクル技術の向上、 によるるあらゆる廃棄物の再資源化とといいうことでございますでまず、再生剤の商品化と回収量の増加。これは何を目的とするかというと、右側に,それに書いてますように、高品質な再生剤の安定供給をするために行う。それから2点目が、ダスト選別後の再資源化ということで、これはリサイクル率の向上によって、最終処分、 逼迫問題解決へ貢献していいくととうことでございえす投資事例として2例挙げていますがこちらが左側はどちらかといいますと投資事例1はハイプラの選別回収ラインの新設ということでこれはどちらかああの、えー、先ほどちょっとお話ししましたがいわゆるダストからですねダストとして処理、まあ、廃棄してたものからプラを取り出しましてですねそのプラを 住友化学さんと一緒になって、まあ、活用していこうという、まあ、どちらかというと住友科学さんと検討を始めていいるプロジェクトでございますそれから右側はですねこれもダストですけど軽ダストといいまして割と軽いダストをですね取ってここを、まあ、いわゆる FRP といいますか RPF といいますその燃料ですね 燃料を作りまして廃棄物と、まあ、あるいは紙なんかを混ぜまして RPF という燃料を作りましてこれを武井のです、ね、先ほど言いました関東に2カ所稼働しています廃棄物発電そこにの材料にしていこうというプロジェクトでございます。ここががだから右側が竹江さんとの そういう意味ではシナジーがまあ一番早く出る可能性のあるその RPF の構想でございます。こういったことを考えていくということがまず一点目です。それから次の二点目はですね、これはまあ前回からご説明してます。私どもグループ会社子会社八社ございますが、これを 最終的には来年に向けて1社にしていこうとこういうことでございます。グループ会社の統合でございます。もうすでにこの7月に3社を統合しまして、あと残る5社を来年統合するということです。目的はその右側に書いてます輸送コストの削減であったり、効率的な人員配置であったり、あるいはその重複する機能ですね、こういったものを整理して収益力を上げていこうと、こういうことを考えております。そして最後3点目でございますが、こちらがまあ成長戦略でございますが、 え、上脈、動脈産業、あるいは自治体との連携強化ということでございます。まず、動脈との連携という意味ではですね、もうすでに何回もお話ししてますように、すみともさんとの そういった、まあ、廃棄、あの、ハイプラですね、特に。こういったものの、おものを業務で、で、考えていくということでございます。それから、静脈で、との連携というのは、も字一より武井さんと今回統合しますので、こういった形で、いわゆる静脈プラットフォーム、TRD というものを作ってですね、今後おこ、えー、このプラットフォームをベースにしてですね、 収益、いわゆる規模、領域の拡大を図っていこうということでます、最後、自治体の連携、これどういうことかというと、私どもは小型家電を扱ってまして、各自治体とのお付き合いがございます、武井さんはです、ね、災,害物災害廃棄物の付き合いだとか、あるいはバイオマス発電ですね、こういったもので自治体との付き合いがございますので、まあ、両者合わせて、さらにこの自治体との連携を強化して、ビジネスの領域を広げていこうと、こういうことを考えております。 はい。それで最後でございますが、私どものまあ将来イメージ、将来のまあ成長イメージをどう捉えているかということでございますが、まずはその政府のこのカーボンニュートラル50年宣言をきっかけにですね、やはり静脈産業に対するですね、社会のニーズが高まってきているという認識をしております。そういった中で、まずは高品位の鉄スクラップとこういうことを書いてますが、これは先ほどちょっと言いまして、今朝の日経新聞のテーマでございますが、要するに中国、あるいは国内の航路メーカー、 このの方からの需要が非常に大ききく、まあまあ、高まってきていいるという状況でございますそれから2点目は皆さんご存じのプラスチックの資源循環促進法というものができまして化学品メーカー各社がです、ね、このハイプラに対するいわゆるその取り組みですねこういったものをまあ本格化してきつつあるとその一環が私どものスイトム科学さんからお声がかかった話でございます。 それから最後のダストの高度選別化というのは、これはですね、先ほど言いましたように、化学メーカーさん、製紙メーカーさん、製造メーカーさん、いずれもですね、燃料材としてのこのダストの活用ということを考え始めているということです。こういったまあ大きなまあ事業環境の変化の中で右側ですね、当社 t グループとしての強みとしてはですね、まず最大市場であるこの関東においてですね、私どもは18件、18カ所を拠点を持っていますが、今回 TRE と武井さんと統合します、約60カ所の いわゆるリサイクル拠点を有することになるということと先ほど言いましたようにそこで200万トンの廃棄物の処理をしているということでございますそれからまあ大型の破砕機ですね私どもの大型の破砕機関東で6件稼働してますがこういったことによって複合、まあ、素材からですねコーヒーのまあいわゆる鉄スクラップを取り出すとこういうことをしっかりやっていけると。 ということでございますこういった意味でですね、国内循環というものに軸足を置きながらです、ね、この収益拡大を図っていきたいと、このように私どもは考えております。まあ、下に成長イメージということで、私どもの単独であるとなだらかな成長ですけど、ここで多いと統合によってです、ね、その成長カーブの角度を上げていくということが可能になると、このように確認しておる次第でございます。以上、ちょっと急ぎ足に最後のになりましたが、私の方からの説明は以上でございます。 ご清聴ありがとうございました。